ママミーマリスト伊沢ひとみです。今回は捨てても大丈夫な靴を紹介します。季節の変わり目に服だけじゃなくて靴の見直しもしませんか？私は5年ほど2足から5足の靴で過ごしています。今は4足で暮らしているんですけど、特に困ることもなく快適に暮らせています。自分の体験をもとにお話をすると、たくさんの靴がなくても厳選した少しの靴で快適に過ごすことはできるよということです。子供も2人いますし、スーツを着たり通勤したり環境の変化もあったんですけど、特にすっごい困るということはありませんでした。この経験からこんな靴は捨ててしまっても大丈夫だよというポイントを4つ見つけたので紹介していきます。捨てても大丈夫な靴、1つ目は傷んだ靴です。具体的に言うと、破れてしまったり装飾が取れてしまったり汚れが取れなかったりかかとがすり減ってしまった靴、こんなのが傷んだ靴になります。傷んだ靴を履いていると、そもそも清潔感がないですし、自分の、気分も上がらないので、これは捨ててしまって大丈夫な靴です。むしろ捨てた方がいい靴ですね。2つ目は履き心地の良くない靴です。具体的に言うと、履いていて足が痛くなったり靴ずれしたり、そもそもサイズが合っていないという靴は捨ててしまっても大丈夫です。とはいうものの、足が痛くなるんだけどやっぱり気に入ってるからなかなか捨てれないっていう、そんな靴を持っていたりしませんか？私も以前はそういう靴を持っていた時もあったんですけど、今はアラフォーになり我慢して履いていると顔や態度に出てしまうので、お気に入りだったとしても足が痛くなったり靴ずれをしてしまう靴は手放すようにしています。3つ目は他人の前で脱ぐのをためらう靴です。自分の中ではまだ履けるからまあいいやと思って履いていても、いざ人前で靴を脱ぐってなった時に、あ、どうしようってちょっと焦ったり嫌だなって感じる靴というのはもう手放した方がいい靴になります。4つ目は1年履かなかった靴です。観賞用で取っておいたり目的があって置いてあるという靴ではない場合は、今のあなたにはもう必要のない靴ということで捨ててしまって大丈夫です。ここで一旦まとめてみると、捨てても大丈夫な靴は傷んだ靴、履き心地の良くない靴、他人の前で脱ぐのをためらう靴、1年履いていない靴、この4つに該当する靴があったら捨ててしまっても大丈夫です。そういう私も今回該当する靴があって捨てることにしたんですね。4足あるうちの2足該当する靴があったので紹介しようと思います。それがこちらとこちらです。サンダルとブーツですね。こちらのサンダルは違う動画でもご紹介したことあるんですけど、この夏に買ったものです。 GU で990円というすごい安いお値段で買いました。4ヶ月履いたんですけど、週に5回履いていたのでめちゃくちゃ履きました。相当コスパのいい靴でしたね。それだけたくさん履いたのでどうしても傷んでしまって、靴の先の方がちょっと擦れて欠けてしまったんですね。かかともすり減ってきています。なので夏が終わったらこの靴はもう捨てようというふうに決めています。こちらの靴はちょうど履いて2年ぐらいになります。グローバルワークで買った合皮のブーツになります。かなり気に入っていて、主に秋冬春もかな履いていましたし、合皮だから雨の日も履いて大丈夫ということで、梅雨の時期なんかもレインブーツの代わりに履いていたりしました。いっぱい履いたのでどうしても擦れてしまって、それが取れないですし、かかともすり減ってきてしまったので傷んだ靴ということで、この秋を迎える前に手放そうと決めている靴です。今回私が手放す靴は両方とも傷んだ靴になります。さっきお伝えした4つのポイントの一番最初で言った傷んだ靴に該当するんですけど、傷んだ靴が一番手放ししやすいです。靴をたくさん持っていてどんな靴から捨てたらいいかわからないという方は、まず靴の状態を見て傷んだ靴を捨てる、そこから始めてみると簡単に手放しが進むのでおすすめです。服もそうですけど、
靴も簡単にできることからやっていくと物事が進むので、少しでも靴を減らして今より快適に暮らしたいと思われる方は、まず傷んだ靴はないか見てみてください。ちなみに私はこの2足の靴を捨てた後に新しく靴を1足取り入れようと思っています。どんな靴を取り入れようかなって思っているかというと、同じくブーツですね。ちょっと形は違うブーツを今探していて、いいなと思うブーツがあったら手放しをした後に取り入れようと思っています。こんな風にまずは今持っているいらないものを出して、その後に新しく取り入れるようにすると、靴選びに迷うこともなくなりますし、収納に困ることもなくなるので、とってもおすすめです。季節の変わり目に服と同じく靴もぜひ見直しをしてみてください。もしこちらの動画が何か参考になったようですとか、良かったよって思っていただいた方は、ぜひグッドボタン、チャンネル登録、コメントもお待ちしています。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。